1954年、丹劇横1月2日から1998年5月4日は、昭和に活躍した、歌手、女優。本名、小山清。1920年1月2日、東京市浅草区生まれ、日劇ダンシングチーム出身、ミキトリロのグループにも参加。僕は、特急の機関誌で、ブギウギ列車等のヒット曲がある。 1952年、第2回 NHK 紅白歌合戦の赤組司会者にもなる。1950年代から70年代にかけて、東宝、新東宝、日活、東映などの映画に数多く出演。テレビでも活躍し、日曜五楽番、厚み清の泣いてた丸か、23次章、だから大好き、独占、女の60分等に出演。 同年代の大物女性タレントである、清川二次子、水野枝キ子らと同様、歯に衣着せぬ毒舌を展開し、コメンテーターとしても活躍、長らく芸能界の一戦で活躍を続けた。また一時期はブラジルで実業家としても活躍していた。しかし、1970年代後半以降は、長年の持病である糖尿病が悪化、失明の危機に悩まされ、 その治療のために入退院を繰り返すようになり、1983年にはレギュラー出演していた、独占。女の60分も交番。同時に事実上芸能活動からも引退し、表舞台から姿を消した。1998年5月4日、千葉県浦安市の自宅で心不全のため死去。78歳没。長女は1960年代からブラジルで俳優。 和題孤奏者として活動している丹下節子。三女は1970年代から80年代に歌手、女優として活躍した小山瀬里ノ。ありがとうございます。